欧華中国国際友好連絡会主席顧問を団長とする友好訪日団が、笹川日中友好基金第2回運営委員会出席のため来日。12月8日、笹川会長を表敬訪問されました。この笹川日中友好基金は、日中両国の社会、文化、芸術、教育、経済、政治、国際関係に関する分野において、人物の交流を通じ、相互理解を深め、両国にとって必要な人材を養成して、相互の信頼を太い絆で結ぶことを目的に、日本船舶振興会が基金総額50億円を協力援助、平成2年6月に設立されたものです。私はね、60取って捨てとるからね。我是减60歳。他也减60歳。ですから彼も60を引いてますから。所有的人呢，都应该向你来学习。私たちすべての人たちはみんな先生に学ばなければいけないと思います。